はい、皆さんこんにちは。おやおや、何かあります。何だと思いますよ。じゃーん、ポトスでーす。ライムポトスと思って撮ったけど、これは麩があまり入っていない普通のゴールデンポトスのヘゴちゃんですね。はい。でも立派、形いい。あ、若干なんか黄色くなってますね。これね、ビニールやっぱり取ってみないとわからないからね。まあ皆さんこういう買い方しないからですね、大丈夫だと思うんですけど、お花屋さんとかはね注意してください。あんま麩、ほんと麩入ってないね。うん。はい、ということでですね、まあポトス、まあ観葉植物の王様って感じですかね。一番流通していると思います。そして、まあ、100円ショップとかにもね結構売っていたりして、初心者の方からベテランの方までね、たくさんの人が育てている植物だと思います。そんなポトスなんですけど、非常に種類多いですよね。最近はポトスの生産者の方とかもね、YouTube やったりしているので、いろんなポトスの勉強をすること多いと思うのですが、僕はですね、レンタル屋さんなんで、まあ、このゴールデンポトスとかライムポトスをね、貸し出すことが非常に多いです。なので、このオーソドックスなポトスの僕なりの育て方をですね、ちょっとだけ解説してみたいと思います。ポトス、寒さにはね、非常に弱いです。ね。非常に弱いと、でもね、思っていたんですけど、まあ弱いのは弱いんですよ。でも、今年ね、壁面緑化に僕ポトス使ってたんですよ。1月ぐらいまではね、ギリ生きてました。だから、割とね、0度近くまで温度が落ちているんですよ、熊本も。それでもね、生きてたので、あれ？案外強いんだなということは思いました。さすがにね、2月の半ばぐらいのめちゃくちゃ寒くなったので、3月になって枯れちゃいました。あ、冬越えできたと思ったけど、やっぱり、ね、真っ黒焦げになって、霜でね、溶けちゃいました。まあ屋根の下なんでね、霜がそう当たるところじゃなかったんですけど、やっぱり寒さですよね。だから、やっぱ限界はあるということなんですけど、思ってたよりいけました。で、こんな元気な状態か状態じゃないかって言ったらですね、そんなめちゃくちゃね、ピンとして元気じゃないんですけど、でも、このまま行けば冬越えできるんじゃないか、そして春になったら割と綺麗にね、また戻ってくれるんじゃないかという状態で、1月までね、持ってました。なので、お家の中だったらですね、皆さんが思っているより案外、ポトス寒さにもいけるんだと。いうことです。これもやってみないとですね、皆さんわからないので、実際にね、リアルにやってみてそんな感じだったので、はい。で、耐陰性はね、めちゃくちゃあります。で、特にこのゴールデンポトスとかですね、オーソドックスなポトスは耐陰性めちゃくちゃあります。で、ライムポトスなんかもですね、ありますけど、まあ、色が明るい植物はですね、割とこう、暗いところに置くと、シミが出たりとかね、いろいろするんで、まあまあこのゴールデンポトスよりライムポトスはですね、明るいところやっぱ育ててあげた方がいいと思います。まあ特にね、そしてエンジョイポトスとかマーブルポトスになんか今いろいろあるじゃないですか。で、変わり種はですね、やはりあまり暗いところに置かない方がいいと思います。で、この普通のタイプはですね、割と耐陰性あるので日陰でもね十分です。で、あまり日光がね、強すぎると逆にね、焼けて斑点とかがパーッと出たりします。で、こういうのもですね、ちょっと焼けてるんじゃないかなともね、思います。で、葉先ね、肥料が足りなかったりとか、したりした時にこういう風になると思います。ポトスはね、肥料切れしたりすると、黄色くなったりするので、やっぱ栄養はですね、まあ、たくさんじゃなくていいんですけど、ある程度ね、あげてあげた方が元気に育ちます。僕は、どちらかというとですね、まあほとんどね、ポトスあげないんですけど、太陽ですね、やっぱり短くカットしてあげて、太陽の再生工場とかで、このヘゴタイプとかもね、再生に出したりするんですよ。そうすると、結構ね、
閉まった形で元気になるのね。なります。あちらにねポトスレンタルしないんですけど、ビッグポトス作るようでですね、寝かせているポトスがあるので、そちらを見てみましょう。なんせポトスね生命力が強いので、まあ形はですね、ああいうヘゴタイプね、しっかり登ったタイプで密度がねちゃんと密集している感じで保つっていうのはなかなか難しいんですけど、ああいう形をですねちょっと気にしないなら延々と楽しめる植物です。はい、見えてきましたね。本当は捨ててもいいんですけど、捨てるに捨てきれなくてここに取ってますね。見てタワー型とかね、落とす、はい、こういう感じ、ほら見てね。ちょっとまだ今片付け中なんでこっちの方汚くてすいませんね、はい、こんな感じでスカスカに皆さんなっている人たちねいると思いますけど、上の方はね葉っぱがこうやってね大きいんですよ。ポトスって上に登れば登るほどでね、上の方が葉っぱが大きくなります。葉っぱ大きくするにはどうしたらいいですかとねよく質問来るんですけど、ポトスはねこう上に上がると葉っぱが大きくなる性質があるみたいですね。下の方やっぱちっちゃいですよね、うん、こう上がっていくと大きいです。だから僕ビッグポトス作るときはここの上の部分だけをね積んで作るんですけど、見てください、めちゃくちゃでかいですよね、はい、こういう風に穴が開いたりもします、はい、でポトスはね、そしてこれもね伝えたい、お水結構好きです。で特にこういう風にねタワー型になってて茂ってるやつはいつも言ってるようにみずみずしくしておかないと、ポトスってやっぱりねこのみずみずしさが売りのね植物だと思うので、しっかりね植物に水分を回してあげないといけないんですけど、これもまたね寒さと同じでポトス意外と乾燥にも強いですね。みずみずしくしておかなきゃいけないので、自分たちでねこの茎とね葉っぱに水分かなり保ってます。なので割とね下ガラガラになっても元気に生きてます。で水が切れる前がね割とシャキンとしてね元気な状態、こういう感じになります。なのでね結構乾燥に強いです。でもね水が抜けてくるとこう触ったらねこれパツンパツン今してるんですけど、ふにゃふにゃねやわやわになります。そういう風になる前にお水をまたあげると、これを繰り返してあげるといいんじゃないかなと思います。まあ、溜めてもいいんですけど、その感覚をですね、皆さんで見つけて、できる人はわざわざ溜めなくてね、しっかりお水を回してあげるといいと思います。根腐れね、若干しやすいです。で、このヘゴタイプなんかも、下までね、根が綺麗に張っていれば大丈夫なんですけど、張っていないとき、またね、全体的に仕上がっていないときにですね、お水をたくさん溜めすぎると、ちょっとね腐って、一本下が腐ったらねこのやっぱ縦にこう伸びて巻いているので、全体的にこう一個がね黄色くなるんですよね。でそういうところをこういう感じになってくるんですね。で取っちゃったらスカスカになってくるんですよね。だからまあいい感じに水をね回してあげないといけないので、まあ、ポトス管理はね非常にちっちゃいやつとか簡単なんですけど、やっぱこういう大きいタイプをねずっと同じ形で保つっていうのはねなかなか難しいと思います。根腐れ気にしすぎてですね、この大きいタイプにも水をあまりあげない人がいます。そういう人もですね傷んでいる人多いと思いますので気をつけてください、ね、元気なんですけど、これ今ねやわやわなんです。だから水をねうまく吸い上げれてないんですね。これだけつるをこうね束ねてしてあるので、そして生産者のねハウスなんかではめちゃくちゃいい環境でですねプロがやってますんで大丈夫ですけど、皆さんのお家に行ったらやっぱいろんな環境変化がありますよね、はい、でさっきも言ったように根っこの状態で水のねやり方が変わってきますので、まあ、水の管理はですね僕いろいろ伝えていますけど、怖い人はですねまた1センチぐらい水溜めてなくなってね、綺麗な状態が保ってたらそれを繰り返してあげるといいと思います、ね、綺麗ですよね、はい、こんな感じがですね僕がレンタル先に貸し出しながらいろいろ覚えた僕なりのポトスの育て方なんですけど、
いかがでしたでしょうか。参考になったらね、幸いなんですけど、やっぱりね、ポトスってゴージャスです。ね。一番世の中に多分出回っていると思いますけど、種類も豊富で、奥も深い植物たちです。ポトスだけでもかなりの種類があるので、お部屋をね、いろんな風におしゃれに彩ることができる植物だと思いますので、ぜひね、ポトス極めてみてください。簡単そうで、そして一番手に入るけど、極めるのって結構時間がかかります。なかなか奥が深い植物です。ぜひ楽しんでみてください。それでは今回こんなところで、バイバイ。